番町政策研究所としては今日が最後の回になります。今回の合流は安倍総理が国内では非常に今厳しい状況に置かれており、やはりここはしっかりと私どもを支えていかなければならないと。麻生派との合流を前に最後の例会を開いた三党派は1956年に三木武夫元総理らが設立しました。自民党で最も古い派閥がルーツで、海部俊樹元総理ら2人の総理大臣を輩出しました。